次の日は、使ってます。はい、ね、あの止まり気味のぶつかまに今ダメだね、飛んでっちゃいそうな勢いで。そうね、握りもしっかりしてきてるのかな。はい、ありがとうございます。24。すごいね、この子6歳7ヶ月だけど、あのよく文鳥見るときはこの目の前のようにさ、くちばしの根元の色見ますけど、まあしっかりした色してますね。うん、色が薄いと貧血なんですよね。そっか、こうやって持たれてるとあんまり握ってくれないですね。でもまだちょっと右の方が弱いような気はしますね、左に比べると。なるほど。もうちょっとさ、飲ませるの大変です、薬。あ、娘がもう本当にもうプロフェッショナルです。あ、できる？私がやったら全部流れてオレンジ色の顔になっちゃう感じなんですけど、もう全部娘がやってます。先生こうやってで、ご飯もね、朝から入ってます。で、お水も飲んでるね。もうちょっと伸ばしてもらっていいです？で、あと、ま、今から治療しますけど、爪を切りましょうか。あ、はい、ちょっと長いですよね、爪。うん、この場で切っちゃいますね。よし、ちょっとごめんね、目薬してから爪切りますね。はい。体重はでも24なんだ。ちょっとだけ 1g 少ない。あ、そうか、この間もご飯は、たくさん入ったね。液が今日は多いですね。液体が、40% ぐらいかな。今ちょっと時間もちょっと遅いように暑いかな。今日朝一番なのであれでしたね。よいしょ。あ、しまった。ごめん、ちょっと爪切りなんだけど、洗って。そう、さっき消毒した。薬が飲ませれるんだったら、まあ、そうなんだ、いろんな薬を入れたことか。はい、よし、ちょっと爪切らして、ね、おまちゃん、じーっとしてたらすぐ終わるよ。爪切らしてね。はい、ごめん。昨日文鳥さん来たんですよ、元気な子。そうですか。1ヶ月に1回爪切りつける子がいる。この子は健康体ですぐ手に伸びるんで、一回ちゃんと美容院さんと一緒ですね。そうですね。確かにもう、この子と一緒ぐらいの年齢ですよ。だけどね、早いね、その子は伸びるのも確かに。この子で爪はどうしてるわけ？あ、爪は切ってます。あ、切ってるんですか？はい、よかったですかね、私が来ちゃって。ああ、大丈夫です。ありがとうございます。はい、じゃあこれぐらいの爪の長さにしましたね。もうちょっと光線照射じゃない。60の1分でお願いします。
ちょっと血流を良くする治療を右足と体全体とやりますんでね。できそう。今時間とか、あとゆめちゃんの方が、ゆめちゃんの方がどれくらいできたの？高島くん、ゆめちゃんのは何週間分できてるの？今は3週間で、リーは3週間分で。リーはこれから、じゃあもう変わろう、変わって変わって、どこまでやったか言って変わってください。この子も持ってたね。うん、この子も持ってた。はい、よし。じゃあね、ちょっとお薬作りますけど、これ餌なんだ。餌って入れてないの？入れてあげます？私あれ。ちょっとね、酸素化しますんでね、はい、ちょっと10分ほど時間ください。で、ちょっと餌巻きますね。すみません、ありがとうございます。じゃあちょっと待ち合わせね、はい、お待ちいただけますか。よろしくお願いします。じゃあ、酸素化しておいて、酸素化しておいて、はい、じゃあこれで。